本日は、ズーム公開鑑定ということで、ゆかりさんというお客様をお招きしております。今週もどうぞよろしくお願いいたします。ゆかりさん、こんにちは。こんにちは。はじめまして。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい。公開鑑定お申し込みいただいてありがとうございました。はい。ありがとうございます。はい。で、本日は、恋愛のご相談ということで、今お付き合いしてらっしゃる彼氏さんのご相談でよろしかったですか？あ、はい、そうですね。どちらで出会われた方ですか？ちょうど2年ぐらい前に、はい、なんか音声を配信するアプリがあって、そこで出会いました。はい。はい、その時は遠距離だったんですけど、当時私は既婚者で、彼は、フリーで、なんかすごい出会いが衝撃的だったし、彼が、人類の概念とか知らないのに、魂の片割れみたいだねって私のことを言って、ちょっとそのツインレイっていうのを意識し始めて、で、私はその後離婚して、で、今は彼の近くに住んでます。遠距離ではなくなったんですね、お近くで。そうですね。はい。でも実際、リアルでもお会いしたりとかね、できてたわけです。そうですね。はい。で、その彼と、悩み。そうなんですよ。で、今、その彼の近くに引っ越してきてから、すごいなんか本気のぶつかり合いが始まってしまって、で、私ももっとツインレイのこと勉強してれば、なんかいろいろね、学びだってポジティブに受け止めれたんですけど、まあそれで、度が超えてしまって、今、サイレント突入中で、はい、連絡も取れずに、会えずに、でも彼からは好きではないし、一緒になれる、なれないって言われちゃって、もうなんか絶縁状態なんですよね。彼のことは、ツインレイとは確信してるんですけど、ちょっと全部を、すべてを受け入れる自信がなくて、で、絶縁状態でも再会できるのかなっていうのが、すごい今、不安なところです。なるほど。彼氏さんっていうのは今、まだドッフリーの方でいらっしゃるんですか？それが、出会ってからすぐに結婚してしまって、で、出会った一週間後に彼が結婚しちゃったんですよね。出会った当時はフリーだったんですけど、出会って一週間後に結婚しちゃって、で、今は子供もできちゃってる状態で、で、私もちょっともう、ね、答えを出さなきゃなと思って、サイレント前に、その本気でぶつかった時に、出した結論で、今、突入中です。なるほど。まあ、彼と本気で向き合うために、当時は既婚でありながらも、今は、フリーです、独身です、はい。それは、一つの、まあ、覚悟と決意ってことですよね。そうですね。彼と、ちゃんと、自分の今までの生活を、けじめをつけて向き合いたいっていうお気持ちの表れですもんね。そうですね。その、出会われてすぐ、彼が結婚されてしまったっていうことは、まあ、ねえ、ご結婚するまでのね、過程っていうのはどうしても準備とかがね、ありますけど、それが止められなかったっていう事情が彼にはあったんでしょうね。そうですね。そうだと思います。ねえ、まあ、ご結婚というと自分たちだけではなくね、親御さんとかね、皆さんこう準備してくださった方もね、いらっしゃるから、そのね、流れとしてすれ違っちゃったっていう、三次元的にね。でも、覚悟と決意で、まあ、彼のお近くにね、離婚後を引っ越されて、交流も深めて、いけて、お互いに、なんていうのかな、まあ、本当に本気でぶつかり合っていけるっていう、ね、手応えもね、深めていけてたってことです。そうですね、そうですね。お子さんが、まあ、できたことがきっかけで、彼がちょっと少しこう距離を、置いてきたっていう感じ。そうです、そうです、そうです、そうです。まさしくおっしゃった通りで、責任ね。お父様で大丈夫だから、自分だけの感情では、
生きていけないんだっていう、まあ、そのある意味、まあ、三次元的な責任を負うための、彼の決意もありますよね。そうですね。だからそこも応援してあげたい気持ちはあるんだけど、だけどそこに踏み込んじゃったっていうのがどうしてもこう受け入れられなかったんですよね。そうですよね。感覚に素直に向かっていきながらも、相手のご事情を考えちゃうと、なんかこう自分を責めちゃうっていうか、なんかそういう気持ちにもなっちゃいますもそうですね。最後はすごい責めちゃったから。私が彼を悩ませちゃったんじゃないかとかね、彼の状況を考えれば止められなかったとは言ってもね、結婚されちゃったっていうことで、私は彼の近くに行くべきじゃなかったんじゃないかとかね、いろいろすごく辛かったと思うんですよね。自分自身もね。で、これね、彼はツインゲーなんだっていうね。ね、辛い時ってそれをもうなしにしちゃった方が、もう一切記憶をね、消してね、ありますよね。何もなかったことにしたいっていうかね。もう関係とか縁とかね、サイレントね、経験してるからわかるんですけど、だけどね、今そこが、彼がツインゲーであること、ないこと、この定義が問題じゃないんですよ。結局ね、一番問題なのは、ツインレーダーって思う方がね、見つかると、うまくいく状況じゃないことも確かに多いんです。みんなに言ったら嬉しいですよね。私も違ったし、うちも既婚者同士だったから、もう諦めようがまず入るわけですよね。そうです、そうです。私も経験してるから。で、いろいろ、なんていうのかな、一つそこでツインレーダーと思った方に会うと、ツインレーダーからどうしよう、ツインレーダーから何とかしなきゃとか、多分最初は、彼だと思った時にね、もうすごく行動力あるし、自分の気持ちに素直だし、なかなかそこまで今ある家庭をスパッとね、離婚していけるっていう、そのね、なんていうか、その自分に素直な率直な行動って貴重だと思うんですよ。ここができなくて、もう全部、もう全部封印してね、もう流されて生きていってしまうって、そこの苦しみを抱えちゃう人が多いんですよね、逆に。そこができたっていう、まずご自分は私受け入れて認めてあげてほしいなと思うんです。すごく素晴らしいから。これみんなできないです。私もできなかったです、最初。本当に。でも彼がそうしてくれなかったら私はいけなかったと思うんですよ。私もできないと思ってたから。まず本当に。だけど、今は彼の方がね、今三次元的な流れを抗えないんですよね。そうですね。彼が同じぐらい率直になれないご事情を抱えちゃってるから、やっぱりいろいろなね、周りの親御さん、結婚したんだから幸せになってほしいとか、お孫さん見せてほしいとか、多分いろいろなね、幸せになってほしいとか、あるじゃないですか。あと奥さんのね、未来への期待とか、思うと、すごくね、お心が、彼もね、純粋で優しい方であって、責任感強い方なんですよね。やりたいって気持ちがありながらも、綱引き状態だったって。やっぱりそこがね、もう本当に彼の中の課題なんですけど、愛と情けなんですよね。ここ結構男の人って向き合わされるんですよ、ツインレイと出会うと。愛を取るのか、情けがあるから、もうそれを優先しなきゃいけないのかっていう。これ、彼が今向き合ってる課題なんですよ。でね、ここに関しては、ツインレイであっても、自身が共感して、なんていうのかな、寄り添って向き合うことができない領域なんですよね。私が手を出してないってことですか？ツインレイであっても、それぞれね、学ぶべき課題とか、速度が違うことって、本当によくあるんです。同じ歩調になったときに、やっと統合なんですよ。やっぱね、もう魂が分かれた瞬間に、それぞれいろんなことを、この地上転生で、なんていうのかな、
全く真逆で違う部分を味わってきて、違うパートナーとのすり合わせとかね、何個も繰り返していて、違う角度で各々の天性の、やっぱりこう、課題っていうのを向き合ってきてるんですよね。だから、出会っても、何天性か出会っても、本当に速度が違って、要は、タイミングが違いすぎて、同歩できないっていうパターンね。特にやはり、女性の方が、感覚のスピードって上がるのがやっぱ早いんですよね。女性ってつながりやすいし、自分の感覚を受け取りやすい、女性性が強いとね、男性の方が、なかなかこの三次元で生きてくると、固定概念とかね、まさに情けの方をね、情けの義務責任を負われることが非常に多いから、情けっていう世界からね、抜け出すのっていうのは大変だし、本当にそれを繰り返し繰り返して、もう耐えられない。私はこんな情けの中では自分の本当の愛なんて見出せないんだって、やっと向かいたいって言った時に、自分からもう抜け出したいんだって、向かいたいっていう時じゃないと、バチッと合わないんですよ。だからね、今、どうしてって、どうしてそこから抜けられないのって、私はやったんだよって。だけどね、行動で見せてきたつもりだったけど、やっぱ、ん。姉さんもあるのかな？ 8 個下なので、彼の方が。やっぱり、ね。なんていうか、エゴだったりとか、この表面的な部分に目が行っちゃうのがすごくもどかしいんですよわかりね。ますよね。やっぱりね、そう、お若い方、皆さんそうだけど、やっぱ親御さんに対する期待、それは親御さんとの間の彼のね、共依存もあるんですよね。自立しきれないところも、年齢的なものもありますし、親の支えをも、バックアップもしていきながら自分は幸せになりたいっていうところが、まだ抜けきれてないところがあるから、親がこう期待して、ねえ、お嫁さんもらったんだから、しっかりしないとねって、早くお孫さんね、作られたのも親御さんとか奥さんの期待もね、大きかったと思うんですよ。そうですね、そうなんですよね。お母さんを悲しませたくないって言ってて。そうですよね。まさしく、情けの世界を手放せない、彼の魂成長の段階の、今まだね、やっぱその、魂のこの速度のレベルからすると、やっぱりかなり成熟されてらっしゃるんですよ。分かってると思うけどね。年齢だけじゃなくて、こう魂的なね、成熟度っていうのかな。だから、間違いなく彼を引っ張っていく、立場ではいらっしゃるんだけど、そうなってくると、引っ張る側は、すごくもどかしくて辛くて、いつまで待ってたらいいのっていう、そのトラップに入っていっちゃうんですよ。そこにトラウマとか、苦しみとか、松側の、いわゆるこう、魂の傷っていうものを作ってしまうトラップにはまっちゃうんですよね。それが、自責だったりとか、私の思いは彼には伝わらないんだとか、そういう、魂的な傷を天性の中で繰り返しちゃう危険性にもなるので、私は、待ち続けてくださいっていうのは言えないんですよね。これはね、今待ってどうこうできる問題じゃないんですよ。彼の課題だから。で、これはまた彼の課題があるから、そこを私がツイン例だから、待ってあげなきゃ。私が受け皿だから彼を待たなきゃっていうのは、蓋になっちゃうんですよ。今生きていくって大事な年月があるじゃないですか。まだお若いしね。離婚されたって言ったって、まだこれから根性を刻むべき人生って絶対あるんです。で、ツインレイは片割れで唯一無二でたった一人だけれども、魂グループってもうたくさん持ってらっしゃるんですよ。今感じてらっしゃる大事なお友達とかね、男女共にいらっしゃると思うんですよね。手放せない親友とか。そういうグループの中に、男性サイドにもね、いわゆるソウルメイトさんでもかなりご縁の深い方とか、ツインソウルさんとか、ツインスフレームさんとかね、言われる方たちっていうのは、数名は絶対同じ転生でいらっしゃるんです。で、こういうかなりタイムラグっていうのは、もう多々あるんですよ。タイムラグがあって、なんでじゃあ会って出会ってしまうのって
ていうのは、そこに対する学びもあるんです。そこに対して出会っちゃったから、もう彼しかいないって、彼が今この三次元的な学ばなきゃいけない段階があるのに、それをこう指くわえて見てたら辛いじゃないですか。ね。ね。うん。いつ気づいてくれるのって、それを、なんていうのかな、早く別れてっていう、なんかこう、自分の中の、欲で、そんな人の不幸を願いたくないじゃないですか。そんな方じゃないしね。誰でもそういうことを待っちゃうと、ふとそういうことを願ってしまう自分を味わうのも辛いしね。うん。だけど、彼に幸せになってほしい。幸せになってほしい。って願えば願うほど、私の幸せって何ってなっちゃう。辛いですよね。自分の幸せを優遇すると、いつ別れてくれるのって自分を感じ取るのも辛いって。そこは一旦感じたら、じゃあここにいるのが、私は、私自身と彼自身のために、このなんか、スパイラルにいるのが、私と彼の本当に幸せなのっていうところに、今一歩考えていただくと、ツインデーだから、私は彼を待たなきゃいけないんだって。彼を目覚めさせるお役目があるから、責任を持って、私がいつまでも受け皿として、いつか彼が来てもいいように、待ちの姿勢でいなきゃいけないんだって思うから苦しいと思うんですよね。ツインデーと思うがあまりの、いわゆるこれ、私皆さんに言ってるのはツインデートラップっていうかね、呪縛なんですよね。そうなんですよね。自分で結局その、私が彼を最終的には受け止める側だから、私がいつ彼が戻ってきてもいいようにね、ね、こう受け入れる状況にして待てなきゃいけないんだって。でもすごく寂しいじゃないですか。いつ来るかわからないと。はい。手応えがないと。で、そうすると、占いジブシになっちゃって、いつですか、いつですか、誰が来るのをね、聞き続けちゃったりする方に、私当たったりやっぱりするんですよ。6年待ってますとか、いますよ、本当に。なんか、囚われちゃって、時間かかりそうですもんね、ってなっちゃって。このままでいくと、お子さんが今、もう出来になってらっしゃるじゃないですか。で、周りの、いわゆるこう、これからだっていう歓喜の喜びも背負っちゃってるじゃないですか。ね。ますます、もうこれからだね、お母さんになるんだね、お父さんになるんだねっていう、周りからの固めも、もう、なんか、確固たるものになっちゃってるじゃないですか。そうするとね、彼はますます思いを封印していく。もう消し去ろうとする。とにかく責任感に向き合っていく。そしてやっぱり、パパになるっていう喜びも、ね、噛み締め始めてくると思うんですよ。これは、お子さんを持つ、親心っていうのは、やっぱり父親、母親ともに育ってきちゃうものなんですよね。やっぱりその、お子さんを迎えるって時は、ご縁のある魂を迎えるわけですから、それを迎える喜びっていうのを、彼は感じ得てくると、もうここから絶対に、大事な子供のためにも、私は逃げたくないんだってなってくると、下手したら3年6年の待ちじゃなくなってくると思うんですよ。それ今そこ苦しんでらっしゃるじゃないですか。私じゃどこまで待ったらいいのって。だからもうこの感覚さえももう抹消してくださいって私のとこ来ちゃったわけですよね。その苦しみ分かりますよ。私も抹消したいと思いましたから。抹消するためにブロックとかも散々やりました。だから気持ちわかるんです。だけどね、これ、いただきたいことは、もう今はしょうがない。彼には彼の課題があるっていう、彼のことをね、全受容するって決めたら、彼の今、向き合っている課題も受け入れるって。まずここを認めて受け入れてください。それね、私は待たなきゃいけないっていう風な状況を作ってるってことは、彼が向き合う課題を実はね、受け入れられてない状況ってことになっちゃうんですよ。そこね、もうバグが出てるんですよ、彼と。そこを私がいるんだから、私と向き合うんでしょって。だけど彼には、彼のことを全受容しようと思ったら、今彼はこれなんだねって、これ味わわなきゃいけないところにいるんだねっていうことの、彼さえも受け入れてあげることが今の全需要の課題、を今見せられてるんじゃないかなって、結論を言うとね。
なんか心の傷を癒していくみたいなことは、なんかいろいろこう調べてはいるんですけど、具体的にどういうふうに、その心の傷を癒せればきっと彼自身も全て受容できると思ってて、どうやって心の傷を癒していけばいいか、瞑想したらいいのか、なんかあんまりピンときてなくて。そうだね、それ同時進行でいいんですけど、自分の癒しだけをやっていくと、こう変な言い方すると被害者意識っていうんですか、うん、なってっちゃうんですよね。私はやるだけやった、私は間違ってない、傷つけられた側っていうんですかね、うん、自分の癒しだけやっていくと、それと同時に自分が痛い傷は辛かったねって、今は自分を責めずにね、この彼の今彼の立場もあるから、結果的にタイムラグがあって私は傷を受けることになったけれども、うん、これを受け入れて癒していくのはいいんですけど、と同時に彼の立場も私は丸ごと、受け入れるために今この傷を味わってるんだなっていうところでも結びつきなるほど。別々にやろうとするとね、結構ちぐはぐになってきます。彼を責めたくなっちゃったり、被害者になっちゃったり、あと自責で加害者になる時もあるんですよ。私がいけないんです。癒しすぎちゃって。結局、私が我が強かったのよねって、こう彼を待つ私も我欲なのよねとか。私はどんだけ人の幸せも考えられない自分、勝手な自分なんだ。あ、それも癒さなきゃって、癒しのトラップにはまって堂々巡りするんですよ。癒しの追いかけっこになっちゃうんですよね。そうじゃなくって、これは私の課題だったんだって。彼を全受容するため、彼を全受容することが、この傷を受けてる私でさえも全受容できるんだって、結びつける。ああ、私を全受容するための課題を与えてくれて、だからこのタイムラグのある彼の状況を私は見せていただいたんですね。宇宙よ、ありがとうって、受け入れてください。わかりました。難しいですね。頭では分かってるんですけど。これも、ちょっと私のセッションに、別に先生じゃないんですけど、本当時間かかります、トラウマとインナーチャイルドの癒しと全受容、これは1回じゃできないです、で私はコースでやってもらってるんだけど、本当に飴と鞭、自分に対する、でやっていく、ことなんですけど、今日はね、なかなか時間がかかるんだけれども、課題に気づくための今日は鑑定を受けていただいたと思うんですよ。で、統合するっていうところのゴールだけにみんな目が行っちゃうんですよね。ついでにあったから何が何でも統合したいって。統合ばっかりを夢見て、だから枯渇が出てくるんですよ、苦しみが。統合だけがゴールじゃないんです。その前の段階のプロセスを感じることが、ツインレイとかツインさんとか、そういう方たちとのいろんな大事な出会いってあると思うんです。一つ一つ自分と向き合う課題を与えてくださって、もうありがとうって言って、結局は自分自身に気がついていくための、もう課題を学びでしかないんです。すべての出会いが、運命のように出会ったから、絶対に今ここ、いつ統合するの、いつ結ばれるのじゃないんですよ。そこに見ちゃうと、そこが叶わない間は、枯渇と寂しさ、不安、それから逃げられないんですよ。受け取ったものを感謝していく、感じたこと、学んだこと、相手の状況も全部丸ごと飲んで受け入れる。そして、今出会ってしまった私自身も受け入れる。で、じゃあ私の、今度は自分が今ここにある自分を満たすための幸せはどうすればいいのかって自分自身に、彼からもらおうとかじゃなくて、次に会ったから、いつ統合するのっていうの、相手からもらおうとしてるから、いつになっちゃうんですよ。外部から受け取ろうじゃないんです。相手の状況も相手で、あ、今これを学んでるんですねって、わかりましたって。それはあなたが向き合うべきことであって、一歩一歩、学んでくださいって、見守ります。見守るだけでいいんです。
みんな自分が気がつかないと上がっていけないから。下がることもできない。そうなんですよね。そう、上がってもしょうがない。いつって聞いてもしょうがない。そう。そこが、パチッとあったときに、やっと統合なんです。だから、今はもう、外部に求めちゃったら、不意にあったらみんな幸せにしてもらえると思っちゃうんですよね。一緒になれれば幸せになれるって思っちゃうトラップにはまると、外側に自分の幸せを求めてる状況、そこがもうブレてるんですよ。そうじゃないんです。次は単なる自分の課題を見せてくれる合わせ鏡なだけであって、幸せは自分の内側から見出していくしかないんです。相手の段階が違ったら、今そこなんだねって見守りますって。そこの中から湧いてくる感情で自分を教えてもらって、ありがとうございます。で、今この状況の私が、じゃあ私はどうやったら幸せになれるのって自分に聞いて、自分の幸せの価値基準が見出したら、そこに自分の設定をしていくんです。自己設定。ちょっとそこに、今日は意識と設定を変えて、見てください。彼から今はもらおうとしない。彼と向き合わないと、苦しいのも辛いのも、癒されたいのも、彼と私が一緒になれないから苦しいっていう。彼から、彼との統合から幸せをもらおう。統合はもらうもんじゃないんですよ。バッチッと来た時に勝手に引き寄せられるように、もういいも悪いもなく、勝手にバチッとなっちゃうんです。つながったら、向こうもなんか知らぬ間にバチってなるってことですね。バチッとなっちゃうんです。もう、ポン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 バチッみたいな。なんかもう、もう自分がもうこうものじゃないんですよ。いつとか。なんかそういう段階だと、あ、統合はまだちょっと早いんだなと思って。で、あれば泣き叫ぶんじゃなくって、あ、じゃあその前に私は私の感じ得るべきもと、自分と向き合うべきもの、まだまだ自分の中にある幸せを噛み締めるものがあるんだなっていう。ここに向き合う。あ、難しい。わかりました。ちょっとね、その意識を、矛先っていうのかな。外側、彼に幸せが、自分の幸せがあるんじゃなくて、今の学びを感じ得た先に、その感じた自分を全治療して、今私を満たすための幸せは私自身が生み出せるっていう設定を今日はしてみてください。わかりました。はい、はい、そうですね、はい、大丈夫、いけますから。はい、は素直な方だから、そこに、自分のあるがままを受け入れられる。で、自己設定ができます。そんだけ行動力があって、三次元的なね、ものもすべて、自分の思いで、ちゃんと、けじめがつけられる方だから、自分と向き合えます。信じてください。だから彼を信じた自分も否定しなくていい。自分自身を信じてください。ね。応援してます。はい。ありがとうございました。はい、こちらこそ本日はありがとうございました。ありがとうございました。また来週よろしくお願いします。